トラック野郎ギリギリ仕事者シリーズ。毎度すすごろしの北川です。今回ですね、有明の方にお邪魔しております。今回ご紹介するお車はこちらです。今回のお車のオーナー様であります、古橋商事安野さんです。よろしくお願いします。先ほどまでお仕事ね、はい、されてましたよね。ね、もう突然出ていただくことになりまして、すいません。僕なんですけど、すすごろし TV さんでは初めての女性ドライバーなんですよ。ぜひぜひよろしくお願いいたします。早速ね、ちょっとお車の方からね、ご紹介していただこうと思うんですけども、こちらのお車スカニアですよね。で、こちらのお車はもともとなんかどなたかが乗られてたりとかしたんですか？はい。あ、なるほど。多分前回ね、あの動画多分この辺かな、この辺かな、どこかに乗ってると思うんですけど、前回出ていただいた方が乗られてたお車ですよね。はい。じゃあカスタムはそもそもされてた状態だったんですか？パイプと。はい、パイプと。ミラーだけ塗ってもらって、はい、そこはちょっと変更された点っていう感じなんですね。会社さんのお名前がね、ドーンと入ってるわけなんですけども、その下バイザーがついてるじゃないですか。こちら、これは純正のバイザーなんですかね？ついてます。ということは多分後付けで、付けられたのかなと思うんですけども、なんか聞いてます？なんかここでやったんだとか。前車、うんうん、はい、前車、はい、こんな感じで、ミラーとパイプ以外は全部同じ、うん、あ、そうなんですね。こちらプレートが入ってるんですけども、これは前からあったやつ、はい、あの、つけてもらってそのままもらった。あ、そうなんですか。じゃあこちらはもう譲り受けられて、はい、で、つけられてるって感じなんですね。これもしかしての、もしかしての、もしかしてなんですけども、これ光る感じです？文字のところ、今光ってると思う。あ、光ってます。ね、これ明るすぎて見えません。あ、ということはこれ、あの、夜になると結構光って綺麗なんですね。そうですね。眩しいですか？乗ってると眩しいです。あ、もうこの辺がピカーンって光ってる感じですか？本当ですか？でもめっちゃかっこいいですよね。なんか文字のところが浮かび上がってるようにね、見えますもんね。で、こちらスラバン乗ってるんですけど、本木ゼロバンチ。はい。はい、姫コン。港町って書いてるんですけども、ということはこれは女性の方々のスラバンの、男性の方もいるんですけど。あ、男性の方もいらっしゃるんですか？はい、チームというか集まりグループですかね。はい、いつもなんかイベントか何かされてるんですか？たまになんか屋形船とか、まだ行ったことないんですけど。屋形船、なんかみんなでちょっと集まってっていうのはあるみたいです、はい、そうなんですね。じゃあこの辺の本木あたりの方が集まって皆さんでやられてる感じなんですね。僕、東京、はい、東京、大人、そうなんですか。結構なか、あの、人数の方がいらっしゃるんです？60人ぐらいいるみたいです。めちゃめちゃおるじゃないですか。あんまり知らないんですけど。そうなんですね。はい、まだ新しいんで。こちらのスラバン掲げてると、なんか皆さんでこう手を振ったりとかラッパ鳴らしたりとかあるんじゃないですか。なんかスライドで、でもそういうのも結構面白いですよね。つながりができてね。なるほどですね。こちらのバーのところなんですけども、こちらはご自身でつけられたんですよね？つけてくれたって、はい、あ、なるほど、お優しい。
なるほどですね。で、こちらもボタンのマーカーがね、ちょん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 とついてたりとかしてるわけなんですけども、これ、前側が白色なんですかね、ホワイト。で、サイド側に2つずつついてるんですけど、これがアンバーですか、はい、ね、これも夜光ってると結構綺麗じゃないですか。そうですね。ね、めちゃめちゃいいじゃないですか。なんか、フロント部分でここ気に入ってますよ、みたいなポイントってあったりとかします？ね、あ、やっぱバーガー。あの3種類で、はいはい、どれがいいって言われて、適当にこれかなって選んだのが一番高かった。一番高かったんですか？飾りはお好きなんです？いや、ちょっとね、別に下に乗りたくて入ったんで、はい。あ、そうだったんですね。え、ちなみに何でスカニアに乗ろうと思ったんですか？なんかきっかけとかあったりとかするんです？なんか乗ってるの見て、うんうん、いいなって思って、あー、かっこいいなと思ったんですね。やっぱりいいかな。いや、やっぱりいいかな。かっこいいかなで。かっこいいかな。乗っちゃおうかなで乗ってるわけですね。乗ってみたいな。乗ってみてどうです？ハンドルは重いし、切れないし、うんうん、いろいろ重たいし、うんうん、大変だけど、うん、中はもう最高です。中が最高なんですか？中最高です。これ、今日中見ることってできたりとか？いや、聞かないんですけど。いやいや、やめときます。ちょっとなら、あ、一瞬だけ、あざっす。ちょっと荷物を一瞬だけね、後で撮らせていただきましょう。運転席側も、何やったっけ、何やったっけ、名前が出てこない、あのグリフォンだったっけ、グリフォンでしたっけ、スカニアのマークのですよね、多分そうですよね。僕すいません、もう日本車しかほとんどわからないもんであれなんですけども、スカニアのグリフォン書いてたりとか、会社名さんが書かれてるって感じなんですね。で、僕ね、めっちゃ疑問に思ってたことがあるんですよ。このミラーめちゃめちゃ分厚いじゃないですか。でかいし、ぶつかりそうにならないですか、日本のお道って。ぶつけます。ぶつけるんですか？え、ぶつけちゃったんですか？ぶつけたことはあります。あります？あります。え、本当ですか？結構だって厚みってありますもんね。そうですね、なんか前にいないから、うんうんうん、慣れないと見づらいっていうのと、はいはいはい、あと若干ちょっと幅があるのかなって。ドアミラーなんでここにありますもんね。特に助手席側なんて見にくいんじゃないですか、ちょっと。初めて乗ってるのに全然怖くて。やっぱ慣れですか？慣れです、ね。ちなみにこのお車って何年ぐらい乗られてるんです？今。私まだ半年。半年。マジっすか。今後じゃあなんかいろんなところが変わっていくかもしれないし。ですよね。なんかちょこちょこできたらいいですよね。いろんな人からパーツもらえたらね。いいですよね。こここうしたいっていうところってあります？特に逆になんかパーツもらえないかなぐらいですか？いや、もうこの車乗れただけでいいかな。わあ、わあ、なるほどですね。やっぱどうしても乗りたかったわけですね、スカニアに。いいじゃないですか。ちなみに今はこちらトレーラーヘッドなわけなんですけども、普段どういったお荷物運ばれてるんですか？コンテナで、はい、冷蔵庫も自分とか、はい、あと一般の他のもやるんですけど。あ、じゃあ結構オールマイティーにされてるんですね。一応メインが冷蔵庫です、うん。あ、冷蔵庫なんですね。しんどくないです？大丈夫です？お体的に。なんか女性の方ってなんか結構ね、連結だったりとかもなんか大変そうだなって思って僕見てるんですけど。最初のうち、うんうんうん、昨日よりもやっぱり硬い、筋を抜くのも硬いし、はい、タッパがね、何をするのも硬くて重たい、うん、なんか、ドア1枚でも重たくて。重いんすか、やっぱり。重たいです。うん、それが大変だったけど、うんうん、でも、慣れてきたら、国産の方が楽ですけどね。楽ですけど、うんうん、そっちの方が乗りたいな。あ、やっぱでも結局慣れちゃうといけちゃうよみたいな感じです。もう女性の方でも外車は全然大丈夫みたいな感じですか？大丈夫かな。こちらサイドバンパーなんですけども、サイドバンパーだったりとかは、はい、なんかタッパもこれありそうなんですけど、これ擦ったりとかしないですか？全然問題ないです。なんかガチャンってなんか縁石に乗り上げそうになったりとか。あ、全然大丈夫なんですね。こちらのサイドバンパーのこの後ろ側なんですけども、何やらすごいホーンがついてるわけなんですけども、こちらのホーンは最初からついてたんです？これは私が持ってきて、はい、これもともとじゃあずっとご自身で使われてたマルビックホーンを
付けられた感じなんですね。ホイールの手入れだったりとかね、僕見ててむちゃくちゃ綺麗だなと思ったんですけど、結構洗車だったりとかされてるんです？今もうできて土曜日しか洗車できないんで。ああ、やっぱ運行だったりとか大変だしってことですよね。あんまりできない。あんまりできないですか。でもなんか結構綺麗に保つなんか秘訣みたいなところってあったりとかします？なんかなんとなく洗うとこの車綺麗になるかな。なんとなくで綺麗になるんですか、スカニア。え、そうなんですか。なんとなく洗ったらスカニアは綺麗な感じになっちゃうんですね。なんか綺麗だなって思う。でも今ピッカピカにされてますもんね。じゃあちょっとね、はい、最後、女性の城に、いつもは男の城ばっかり見てるんで、女性の城ちょっとだけでも見せていただいていいですか。はい、はい、すいません、お願いします。早速室内の方なんですけども、室内これスカニアならではだと思うんですけども、あちら上には収納ボックスが、はい、ね、ヘッドのところについてるんですね。あ、どうですか、結構使い心地いいです？あんまり荷物入ってないんですけど、はい、すごい収納できます。めっちゃ収納できます。人入れます？人入れるんじゃないですか。小さい人だったら。あ、本当ですか。でも結構広いですよね。広いです。でこれあれ、運転席の上にも、あちら、こちら、モニターがついてるんですけども、はい、これ、モニター、どちらが映るようになってるんですか、これは。短いのをつなげるときとかに、はい、乗り越さないようにとか、あー、なるほどですね。ちょっとした、左バックに、ちょっとだけ見えるように、うん。あー、なるほど。こっちが、真下を映るようになってて、これは純正で、はいはい、つけなきゃいけない。あ、そうなんですね。うんうん、あ、そうなんですね。ちょっと気になるところがカーテンなんですけど、いいですこれ。グリフォンのね、なんかマークが入ってますよね、あちら。これ純正なんです。めちゃめちゃいいですよね。でこちらめっちゃふかふかなベッドなんですけども、ちょっと汚い。いやごめんなさい。綺麗にしとけばよかった。女性の後ろ映っちゃってすいません、逆にむしろ。いや、え、寝心地とかどうです？フランスベッドなんですか？国産とかよりも、はい、やっぱ全然使ってます。あ、本当ですか。じゃあもう ここはもうスカニアが一番いいって感じですか、ベッドは。いろいろ持ってきて。ちょっとわからないですけど、うんうんうん、まあ、だいぶいいです。トイレで寝てるみたいな。マジっすか。うちのシモンズのベッドと変わらないです。本当ですか。え、長距離とか出たりとかすることあるんですか。めったにないんですけど、これからいいよって出るよって。あ、じゃあふかふかのベッドを使いたい放題できるわけですね、今後。いや、もう乗りっぱなしです。なんか室内でここが気に入ってますよみたいなポイントってあります？冷蔵庫が大きいですよ。冷蔵庫、これどんぐらい入るんですか、冷蔵庫。中身は、あ、中身は、あ、見せれないってことで。あ、結構入ったりとかするんです。なんかジュースで言うと大体何本ぐらい入るんですか。10本以上は入る。え、マジっすか。めっちゃ、どころかもうちょっと入る。めっちゃ大きいんすね。でも純正でもめちゃめちゃかっこいいですよね、スカニアってね。え、いいですね。すいません、なんかね、無理やり室内まで見せていただいて。本日はありがとうございました。すいません、ありがとうございます。はい、いかがだったでしょうかね。僕、すすごろし TV 初めての女性ドライバーでめちゃめちゃ緊張しました。このチャンネルがですね、面白かったなと思ったら高評価、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また見てください。ほな。